龍が如く最新作助演女優オーディション、応募総数1000人超え、厳正なる審査を通過した10人のファイナリストたち。1週間くらい龍が如く漬けになってました。この裏のかっこいい女の人演じれるって日常的には絶対ありえない話なんで、龍が如くがすごく好きでこのオーディションに参加しました。普段がレースクイーンをやってるんですけど、私これめっちゃハマるじゃんっていう目標って言えば、もう本当にグランプリを取ること。この世界の中で生きられるってなったら、そんな幸せなことないなと思って。出れることになったらなんて楽しいだろうと思って、何でもやろうって気持ちで受けました。口にすると後々本当に悔しくなっちゃうので、本当はめちゃくちゃやりたいです。このゲームの大ファンなのでチャレンジしてみたいなみたいな。ファイナリスト10人が最終審査に挑む。ここら辺でちょっと立ってやって、審査の順番はくじ引きで決定。これが龍が如くの流儀。3番5 2 2 1。いきなり声出るのも大変かと思うので、はい、練習で、1番のサビまで。解毒剤代わりの愛をください、何度も問いかけたな、愛しさの傷口は羽もなくした鳥のよ、恋も過去も。ありがとうございます。いいじゃないですか。今の緊張だったりとか迷いっていうのが取れれば全然聴ける歌になってるので。ありがとうございます。もう一回やりたい。最初すごく緊張したんですけど、優しくアドバイスいただいて結構自分の歌いたいように歌えたかなと思います。なんかあんなに大勢の人に聴かれるっていうのが初めてだったんで、ちょっとドキドキでした。そうですね。でも本当に歌うの初めての子もいれば、もう全然形ができてる人もいたりするので、全然歌い慣れてない子もこれから何回か歌わせたりとかやっていけば全然ものになりそうなことが多かったんで、ただ単になんか歌が上手いってだけじゃなくて、なんかその辺の可能性みたいなものを含めてなんか評価していける。続く演技審査にはなんと春日一番の声優、中谷和弘が登場。よろしくお願いします、よろしくお願いします。よっしゃ、これでこの町に攻め込んできた連中はほぼほぼ片付いたな。今の春日さんは近江連合から完全に狙われています。それなのに近江連合だらけの鴨川町に行くなんて自殺行為ですよ。心配すんなって。今の俺はこの町に流れ着いた頃の俺とは違うんだぜ。まあそりゃそうですけど。もうちょっと早めでやってみてくれ。はい、もう一回やる。はい、待ってください。どうしても行くって言うんだったら私も春日さんの仲間に入れてください。お疲れ様でした。お芝居に集中できなかったです。なんか本物がいるって思って。いや楽しかったです。もう実際の春日一番と掛け合いをさせていただくなんて。オーディションはオーディションなんですけど、すごい勉強になりました。1000人を超える中からやっぱり選ばれただけあって、皆さんそれぞれ個性があって、これでこう決まって改めてこうお互い出演者同士で会った時にどんな
変化が生まれるのかが今から楽しみです。全てを出し切った10人のファイナリストたち。でそれでだからこの2人とかかまだから助演女優に選ばれるのは誰だ。グランプリは一人。人生初のことばっかりで楽しかったです。今回新しい挑戦だったんですけど頑張りました。今の自分は全て出し切れたかなと。あとはもう神頼みで掴み取れ。夢がありすぎだろうと思って全力でやろうと思ってます。取りたいって決めているので大きいチャンスいただけて成り上がりたいです。成り上がれ。グランプリしか見えてません。出たいですね。はい。2019年7月10日グランプリ発表。